僕はニコニコ動画っていうところで政治家の言ってることをそのまま生放送した。ある大手新聞社の部長に、報道の部長に呼び出されて、なんで政治家の言ってることをそのまま報道するんだって怒られたんですよね。これってすごく変な話で、変更報道をしないといけないと言ってるんですよ。それね、大変けしからんですよね。よくニュースとかである、科学的に正しいとかっていうふうな言い切ったのって、かなりちょっと疑った方がいい。ブロッコリーの芯まで食べる方法、そんなんで SDGs なるか。あ、タイムマシンはできない。できないです。未来に行くことはできます。比較的簡単にできます。いや、なんか宮城の方向かな。あ、いいですね。懐かしい。うえうえうえ、まだ来るよ。すげえな。ネットやメディアで流れる話は本当ですか？ SDGs っていいことだと思ってる方、パッと見7、8割ですかね。これが洗脳教育の効果。いや、洗脳じゃねえよ。今日ね、この今2つ出てたの、2つ知っていくかだけで1億儲けるか1億損するかぐらい人生変わるかもしれなくて、1個目はね、情報を目的を持って流されてる。で、2つ目は、あれですよね、いろいろ仕切ってくれるということで。ただいまより令和4年度宮城県仙台南高校文化講演会を開催します。本日の司会は2年6組柿崎佐奈と2年5組井桁ゆめです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは斉藤先生、先生、川上先生、小村先生からお話をいただきたいと思います。後ほど私たちの質問にも答えてくださるということで楽しみにしています。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。貴重なお時間いただきありがとうございます。今日はお三方いらっしゃるんで、ネットやメディアで流れる話は本当ですかっていうですね、お話から入りたいと思います。理系の科学者でメディアを作られて、社長もやってる実業家で、人文系の歴史とか思想系の科学者としてそれぞれお話しいただきたいと思います。この前に生徒さんに、じゃあどんな話が本当かどうか知りたいって聞いたら、二分されてて、だいたいタイタニックかジャニーズっていう話だったんですけど、タイタニックはちょっとね、難しいです。ジャニーズも難しいんですけど、だそういう、でもネットで流れてくる、例えばね、最近だとキンプリがタッキンとか入るの本当かとか、確かに分かんないですよね、本当かどうかみたいなことを今日はちゃんと科学的にお話ししていければ、科学的にね、お話ししていければと思うんですけど、まずじゃあ誰からいこう。斉藤さん、ネットやメディアで流れる話は本当っていうテーマで気になることって何かありますか？いや、そうですね、私は今よくその皆さんがやってる話だと SDGs ってあると思うんですね。で、学校の探究の授業なんかでもやっぱりこう SDGs はいいことだと、でみんなでこう気候変動の問題とか貧困の問題とか、こう何ができるだろうかってこう一生懸命考えて、やっぱり SDGs はいいものだっていう、そういうイメージがこうネットや、ね、メディアでまさに広まっていて、いろんな企業が SDGs 取り組んでいます、自治体でこういうの取り組んでいます、高校でも SDGs の取り組みしていますって、ね、いろんなところでこう SDGs はもういいものとして前提とされた上で、どういうふうにしてそのじゃあ目標を達成しようかみたいなふうになってるわけですね。でも本当に SDGs っていいものなんだろうかって考えるのが、例えば哲学とか、私がやっているマルクス経済学の考え方なんですね。で、本当にいいものかって例えば考えた時に、こういうペットボトルを、
皆さんね減らして、その例えばマイボトルにしていこうみたいな話があるわけだけれど、仮にそんな私たち一人一人がちょっとですね、このペットボトルをマイボトルに変えたって、正直そんなことでできる変化っていうのはもう微々たるものに過ぎないわけですね。でだから本当はやっぱりこのペットボトルそのものを例えばどうなくしていくかとか、そういうことを考えなければいけないときに、私たちは個人でできる小さなアクションをして、何かやったと単にこう思って満足してしまうだけで終わってしまうんだったら、 SDGs はむしろ本当の意味での問題解決のための邪魔になってしまう、むしろ SDGs は意味がない、有害だっていう、そういう可能性にぜひですね、こう勉強をする際にはこう自分の頭で少し批判的な目からちょっと目を向けて考えてほしいななんていうふうに思いました。ちょっと聞いてみます。 SDGs はこんなちょっと斉藤さんが今言ったのに影響されずですよ、 SDGs っていいことだと思ってる方、いや、まあやっぱパッと見 7,8 割ですかね。これが洗脳教育の効果です。いや洗脳じゃねえよ洗脳じゃない、洗脳じゃないよ。でも川上さんと野村さんに言うけど、 SDGs って悪いことなんですか？ SDGs って何でしたっけ？ SDGs ってサステイナブルディベロップメントゴールです。で17の目標があるんですね。持続的に成長していくための目的で、例えば何、プラスチック海洋ゴミを減らそうとか、あれもこう男女のこう平等の現象とか、飢餓をなくす、貧困をなくす、まあ、働きがいとかね、まあ、皆さんはすごい詳しいと思うから、それいいに決まってんだろ、何が悪いんですかそれ。いやだからそういうものを本当に、いや別に私は SDGs の目標そのものが間違ってるって言ってるわけじゃないんだけれども、その目標を達成するための手段として今私たちがメディアとかネットで見る、例えば最近ひどいブロッコリーの芯まで食べる方法、それが SDGs かってあるからね。そんなんで SDGs なるかって。え、でも川上さんどうですか、 SD ブロッコリーを芯まで食べた方がいいですよね。いや、まあ、という、なんかそのね、なんか僕は思うのはその SDGs って例えばこんなにすごく世の中にね、特に日本の場合っていうのはすごいいろんな人が言ってますよね。それってじゃあ本当は何の目的なのかみたいなこととかを僕とかは考えちゃいますよね、うん、誰が何のためにこういうことを言っているのか、 SDGs っていうものを提唱していく目的が何かあるんじゃないかってことですか。そうですよね。いやもちろん SDGs の言ってること自体は正しいと思うんですけども、うん、正しいことって世の中に結構ね、そんな言われないじゃないですか。例えば人を殺しちゃいけません習慣とかってないですよね。なんか別に何か問題意識があって、それに対しての何かの運動が あるんだと思うんですけども、そういう運動は誰が言ってるのかで、誰がそれで、得をしたりする人はいないのかとか、そういったことを考えますよね。これめちゃくちゃ面白いですね。高校生の皆さん、さっきね校長先生から聞くと、皆さんとても素直だから、こうテレビとかでやってると本当だと思うっていうことがあるんですけど、テレビとかネットのニュースが概ね本当だと思う方っていらっしゃいますか？全然信じてねえじゃんテレビとかダメですね。テレビ今全然、うん、全然ダメですね。全然ダメですね。テレビはね、だけど今川上さんのお話面白かったですね。テレビもネットも、まあ、例えば政府とかね、国とかも何かニュース出すときって絶対目的があるっていう視点ですよね。川上さんが言ってたのは今、いや、あることが、いや、ないこともありますよ。でもあるかもしれない、うん、まあまあ、というふうに大体心の汚い大人は考えてしまうんですけども、心の汚い大人はねでもこれね本当に面白くて、ね、ぜひね、まだ高校生だから週刊誌とかまだ読まないと思うんですけど、例えばですけど、誰と誰が熱愛して写真撮られましたみたいなのあるじゃないですか。あれよく見てほしいんですけど、写真週刊誌見ると実はすごい綺麗に撮れてる時の熱愛とかってあるんですよ。これって誰かが何かの目的を持ってこう写真撮らせてたりするんですけど、なんかやっぱ情報を出すっていう目的があるんですよね。その時に SDGs は何だっていう話なんですか？いや、だから逆に言うと、その特定の情報を出すっていう時には、例えば新聞とか雑誌やテレビって時間の
制限とか紙面の制限がある中で一部のニュースが大きく報じられるっていう際には別のもっと大切なことが報じられてない可能性があったり、まあ、報じられてる際にも今言ったみたいに特定の視点から物事が切り出されることで見えなくなってる情報とかがあるっていうことを考えなきゃいけないですね。これ SDGs も同じで、まあ、それ SDGs のね言われてる17の目標に反対する人っていないと思う。私ももちろん賛成してるけれども、その日本でこれだけ流行ってる中での打ち出し方っていうのがなんか個人で、明日からできるこう環境に例えば優しいことみたいな風になってしまうと結局今もっと私たちが直面している気候変動みたいな大きな問題にどう政府が対応するべきかとか本当は企業がもっとこうしなきゃいけないんじゃないかっていう問題が見えなくなってなんかあたかも私たちがエコな振る舞いをしてないから地球環境が壊れてるみたいな個人の責任みたいにこうすり替えられてしまうっていうそういうリスクもちょっと批判的に見てほしいなと思います。なるほど。じゃあ今この問題について野村さん何かありますか？大丈夫ですか？いやあんまり特にはないんですけど、あのいないはずの人だったのでポスター見てもらえいただけば分かるようにちゃん単にちょっとちゃちゃ入れるためにちゃちゃ入れる。まあでもそうですね、なんか SDGs ってあんまり聞かないんですよ僕向こうに行ってでもアメリカとか、うん、でなんか英語を使ってる割には、うんうん、で17のやつって言ってやったら日本の人結構真面目ですよね。だから細かいところも本質とか言う前になんか一個一個細かいこと全部やらなきゃいけないみたいになっちゃうと確かに本質見えなくなるし、なんか極端なことをやんなきゃいけないってなると極端になっちゃったりするんです。そのブロッコリーの芯まで食べるとか、うん、もうなんか学生の頃とか調子乗って枝豆の殻とか食ってましたけどなんか意味ないじゃないですか別に枝豆の殻ね捨てちゃえばいいので、なんかごめんなさい今その話めっちゃ受けてますよ今枝豆の殻ねめっちゃまずいんだよあれ、うん、なんかビール酒飲む時とかにもぐもぐとか言って食ってたんだけど、うん、ああいうことやっててもなんかもっと大きいこと考えてしっかりした方がいいなっていうのはそうなんだなと思いました。勉強になります。いや逆にその野村さんは科学者、はい、まあ、量子力学って言ってざっくり言うとこういうのって分子からできてるよね。分子の先に原子があるよね。原子分解すると電子とか中性子とかクォークってあるよね。ああいうものを研究してざっくりすげえ飛ばして宇宙の起源を解き明かそうとしてる人ならば多いよざっくり言うとね、うん、そんなそういう科学者なんですけどそういう科学やってる野村さんからなんかこのテーマで気になる点ってありますか？なんか一般人として言えるのはだからフェイクニュースとか最近のやばいなっていうのありますよね。もう絶対見分けられないですね。なんか来て僕なんかこうあの知名度上げ上げ大作戦っていうのを2週間前に始めてツイッター始めたんですけど最初の頃になんかこうニュースフィードみたいに来てなんか結構、まあ、あの今のロシアとかの関係のニュースだったかな、なんかもう本当っぽいんですものすごく。でリツイートとかしててもうけしからんみたいな感じのことがあったからけしからんとか言ってリツイートしようと思ったら嘘だったんですよ。あんな絶対見分けられないなと思って、うん、っていうのがもう素人目線で、まあ、こういうの本当に大事だな。あのちなみに答えから言うとネットやメディアで流れる話は本当か、うん、まあ、本当のもあれば嘘のもあるよねっていうので、まあ、そういうぶっちゃけ終わっちゃうんですけど、うん、でもまあその見分け方とかはまあ難しいですよね、うんうん、これなんか、まあ、せっかくねカリフォルニア大学バークレー校の教授なんで、まあ、ツイッターで確かに嘘ニュース流れてくるのもそうなんですけど、うん、なんか科学的なテーマにおいて例えばこれね具体例挙げるとこれ炎上するから難しいんですけど、まあ、例えばコロナについてとか、うん、例えばなんだろうな新しい薬についてとか、例えばいろんなこう科学的な問題について例えばまあ放射能とかそういう問題についてもね、うん、あると思います。福島県って放射能大変だったと思うんですけどそういうものについても科学者の間でも議論が分かれるじゃないですか。そうです。そういう話でも流れてきたら科学者って本当だと思っちゃうじゃないですか。そうなんですよ。でもそれは難しくてやっぱり分かってないんですよ。で僕はあの本当のところは、うん、でもうすごい複雑なシステムっていうのはあの放射線の量を測れますよ。それは嘘か本当かもうこの数字ここで測ったのに適当な嘘言ったら嘘だけど、うん、それが人体にどれだけ影響があるかとか長期的にどうかっていうのはまあ、専門じゃないから専門人は分かってるって言うかもしれないけどおそらく本当のところ分かってないんですよ。だからいろんな説が流れてくると思うのでそれはまあ特に原発の話とかは皆さん興味を持ってちゃんとフォローしてほしいというのが僕みたいな素人から言えるこれが本当これが嘘っていうのはやっぱり相当専門家じゃないと分かんない。だからよくニュースとかであるあの科学的に正しいとかっていうふうな言い切ったのってかなりちょっと疑った方がいい
あと思います。そうね、そんなに言い切ることがほとんどない、そうほとんどないです。僕の分野はあるんですよ、その宇宙のなんとかとかって、例えば実験素粒子電子の重さが何点何かける何とかキログラム、それはそれ本当なのか全然違う値って言ったら嘘だね、この AI はバカだねみたいなことで済むんですけど、あの大体のことはそうなんですよ。科学的に正しいって言い切ってたらもう多分正しくないです。確かに、あそう、多分嘘、そんなもん言えるわけない。だこの話っていうのは別にその科学がなんか正しくないとか、なんか全てのことには裏があるみたいな話ではもちろんなくて、ただやっぱり私たちは例えば大学で教えてる私は野村さんのような人だって少しでも自分の専門から離れればわからないことがたくさんあるし、ましてやその専門に近いことにおいてもやっぱりさまざまなその専門家の間での意見の違いなんかがある。だからそういう意味でもやっぱりこう高校までの勉強って割とこう暗記して答えがあって、で丸か×かっていう話だと思うんですけれども、僕が例えば皆さん大学に入ったりするともうそういう答えがあるものの方が少なくなってくるんですね。でその中でしかも自分の日常においてもコロナでマスクをこれからもするべきか、じゃあどうあのリスク管理するべきかとか、いろんなことを自分で考えるためにも、まあ、そういう意味でこう学び続けなきゃいけないんだよっていう意味で、なんかこういう話だけ聞くとなんかね、科学があって全部嘘だみたいになっちゃうわけです、うん、そうじゃないよっていうことは今ちょっと強調したいです、ね、これ面白いですね。だから今日2つ目の視点が出てきたかもしれないですよ。そのこれね、皆さんでもね、価値で多分 まだご家庭にいるから直面することはあんまりないと思うんですけど、これ今日ね、この今2つ出てきたの2つ知っていくかだけでなんか本当に1億儲けるか1億損するかぐらい人生変わるかもしれなくて、本当にまず1個目はね、情報を目的を持って流されてるって言ってたじゃないですか。これ結構大事ですよね。で2つ目は科学者だって本当に正しいかどうか分かってないこといっぱいあるって、これ大事ですよね。ワイドショーとか見てて、例えば東京大学教授、例えばハーバード大学教授って人が語ってたら本当かに思うけど、科学的に本当に分かってることってとても確実って意味で分かってることは本当少なくて、こうかもなって思ってることを語ってるって思ってみるのと、いや推測で言ってるのかなって思ってみると、随分なんかこう質が、情報の捉える質違うと思うんですよね。例えば本当にそういうこと分かってたら、例えば大学教授がこれ絶対儲かるって言っても投資のね詐欺引っかかんないかもしれないし、まあ、まだ高校生だから行かないかもしれないけどね、最近男の子でも美容の化粧水とか、例えばなんか脱毛とかね、医療クリニックとかあるけど、全部は全部悪いわけじゃないんだけど、大学教授が言ってるから安心ってわけでもないし、何か目的持ってやっぱ流してるわけですからね。あでも大学教授とかは多分そういう話し方、今言ったの川上さん言われたような、もうこうなんだよお前っていう喋り方だからしてないはずだと思います。それ俺らが編集してそう言ってるようにするわけですからね。そうじゃない、そうですよ。だから、うん、だからつまんないんですよ話が、うん、言い切らないから、うん、こうじゃねえとか言った方が面白いいじゃないですか、うん、でもこうかもしれないけどこうでもない、そういう話をつまんないと思うけど、うん、そこもちゃんと聞いてあげてほしいっていうか、聞いていただきたいなって。大学の先生って多分話つまんなくなっちゃうんですよ、どうしても、うんうん、まあそうね。でテレビはそういった言い切る面白い人を重用しますからね、うん、だからちょっと そこら辺は本当に科学者が言ってるからどうなんだろうな、科学者が間違ってるだけじゃなくてね、そどう切り取られてるか、そういうところを見てほしいなんですね。じゃあまあ川上さんもテーマ立ててもらいましょう。川上さん、このテーマで何か気になることってありますか？すごいネットやメディアで流れる話は本当みたいな。もう疲れてテーマ忘れちゃった。音声入ったから、ね。そう、音声入っちゃった。そうですね。そうですね。まあちょっと政治家の話しようと思ったんだけど、なんかみんなね興味があるのがどっちかというとジャニーズとそっちの方なわけですよね。でも政治ちょっと聞いてみましょうか。政治とジャニーズどっちが興味あるか挙手で聞きますよ。政治の話の方が興味あるって人。5% ぐらいね。ジャニーズの話の方が興味あるって人。ジャニーズでした。で、いや自分に例えば皆さんこの中でガーシーの話を信じてる人ってどれぐらいいらっしゃいますか？危ないとこぶっ込んでくる。まあ一応ちょっとね慎重に言いますけど、はい、ガーシーさんの話が本当だと思う、これでもちょっと周りの目を気にせずあげてください。ガーシーの目を本当だと思っている人はどれくらいいらっしゃいますか？だんだん上がってきましたね。ちょっと他人の目効果を差し抜くと 1,2 割って感じですかね。はい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 、はい、だからまあ多分ガーシーさんの話とかでもねきっとね真実性多分濃淡があって、多分最初は自分の知ってる人のことを喋ってたんだろうと。でそれは本当かどうかっていうのは多分分からないと思う。で彼は目的を持ってやってるから、ただ何かを知ってることっていうのは事実なんだろうけれども、例えば皆さんが言ったジャニーズ とかに関してで言うと、まあ、これも僕の意見だと思って聞いてほしいんですけども、
彼はジャニーズの中で知ってる人はすごく少ないんですよね。であれはその暴露して有名になっていく過程で後から仕入れてる情報なんですよ。なのでそこに関しては信憑性が低いなっていうことを、まあ、僕もある程度そういうまあ、その業界とさ関係ありますのでそういうふうに見てます。なのでまあまあ多分そういうふうな感じのことをまず思ってるっていうことを皆さん言うんですけど、でそれで皆さんこの中でガーシーが例えば無罪だと思ってるっていう人っています？どんどんいきますね。ちょっと聞いてみますか。ガーシーそれはほぼいないのか。とんでもないわけですね。ガーシーが無罪だと思ってたじゃあガーシー先生たちに怒られる、まあ、じゃなくてじゃあガーシーっていう存在が必要だっていうふうに思ってる人っていますか？あ、ガーシーさんっていう存在が世間にとってまあ悪を必要悪みたいな必要悪だみたいな。じゃあ必要悪だと思ってる方どれくらいいらっしゃいますか？あでも何人かちらほらいらっしゃる。ちょっと後ろの方にもでも特にメンズに多いかもな、うん、男の子に多いかも、まあ、これ答えにくい点ですね。今回の大勢の中でね、うん、いや勇気ある挙手ですけどね、はい、いや例えばこれもなんかさガーシーの支持者の人よく言ってますけども、ガーシーが悪だったら週刊文春とかも同じ罪だろうとか思ってる人っていますか？ガーシーさんと週刊文春も同じ週刊文春である。まあ、何人かちょっと少なくなったけど何人かいらっしゃいますね、うん、なるほどね、うん、だから皆さんやっぱりモラル高いですよね今の若い子たちはね、うん、若い子はモラル高いですよ、すごい高いですよね、うん、そう思う、うん、もっと多いかと思いました。立派、まあそうですよね。もう少しちょっとじゃあ皆さん意外とやっぱり慎重な感じなわけですね。うんうんうん、あと健全ですよね。もう、まあ、教えることないんじゃないですかね。みんな。ね、もういや本当そう思う。十分に防御。川上さん、川上さん。ガーシーの話を始めた瞬間にすごい校長先生と菅原さんの顔がすげえ怖かったんで、政治の話もしてもらっていいですか。打ち合わせ看護師だな。あ、そうですね。世の中の報道がどういうふうなものなのかということをちょっとね例をご説明しますけれども、うん、皆さん政治家って悪い人たちだと思って、政治家っていい人たちといい人と悪い人どっちが多いと思いますか？いい人の方が多いと思ってる人、うん、政治家はいい人が多いんじゃないかと思う方は、はい、少ない、まあ、3、4割ですかね、うん、はい、うん、はい、じゃあ悪い人の方が多いと思ってる人、悪い、あ、すごい、7割って感じですね。はいはいはい、でこれ多分すごい一般的だと思うんですよね、うん、今日本って政治家って悪い人だと思ってる人が多いというふうに、これ世間の一般のイメージだと思います。で多分これ実際悪い人はほとんどいない、うん、少数しかいないっていうのがこれ本当です。でなんでそういうことになってるのかっていうことなんですけど、僕はニコニコ動画っていうところで政治報道を始めて、そこでね生放送をしたんですよね。政治家の言ってることをそのまま生放送した。そしたらですね、僕ねある大手新聞社の部長に、報道の部長に呼び出されて怒られたんですよ。でどう怒られたかっていう話をご紹介しようと思うんですけども、なんで政治家の言ってることをそのまま報道するんだって怒られたんですよね。どういうことですかそれ、なんでダメなんですかね。でそれどういうことかっていうと、政治家は嘘つきだと。だから政治家の言ってることをそのまま報道するとみんな騙されちゃうじゃないかと、国民が。だから政治家が言ってることっていうのを僕らは正しく直して世の中に報道しなきゃいけない、だから生放送やっちゃいけないんだっていうふうに言われたんですよね、うん、これってすごく変な話で、要するにこれ変更報道をしないといけないと言ってるんですよ。政治家に関する報道は政治家のイメージが悪くなるように報道しないと正しいメディアじゃないって怒られたんですよね。でこれ実際そうで、僕らもいろんなイベントとかで報道するときによくテレビの報道とか新聞の報道したりしてね、これは政治家のイメージが良くなってしまうニュースですから報道できませんって言われることが非常に多い。なので少なくとも日本のメディアの結構主流の人たちに政治家のイメージを良くする報道をしちゃいけないっていうふうな価値観っていうのがあるんですよ。そういう目的だったり価値観だったり、実際そういう行動はしてます、うん、でこれって、まあ、みんなほとんど知らない
あのことだと思うんですけど、そのことによって政治家のイメージっていうのは悪くなってるんですよ、うん、それね大変けしからんですよね。アメリカはどうなんですか。まあ、アメリカもまあ大暴れしてるのがあると思いますけど、大変けしからんですよ。なんかあの、はい、あのなんですかね、政治家の言ってる人たちの言葉が信頼されなくなるってものすごい実害が長期的に生むと思うんですよね。なんかどっかでいろんな決断しなきゃいけないんですよ。いろんなあのそれこそ原発の話だったり、あの分かんないんです本当の本当のところは。科学的に見て絶対これはいかんってことは分かったりはするけど、微妙なところ分からないときに、しかも無限の時間を使って調べていけない場面が多いわけですよ。そのなんかいろんな、まあ、の放射線の廃棄物が溜まっていってしまって、それはもちろん何もしなければ誰にも害が起きないからいいよねとか思うけど、実は溜まってっちゃってどうしようもなくなって先送りしているだけなので、どっかでエアもう決断して、しかもそれを説明して、国民の人たちに説明して、こういう理由でこういうふうになって、一応分かっていることはこう で自分の責任を置いてやりますって言って、国民を説得しなきゃいけないのに、信頼がないと誰も聞く耳持たないし、それこそいわゆる昔の風評被害とか、まああいつが言ってることはあいつ悪いしなっていう感じになっちゃうんで、本当それけしからんって。僕も政治家そんなに合うわけじゃないですけど、まあ確かに政治家って普通に悪いんですけど、普通の大人はもっと普通に悪いわけだから比較的、比較の話としたらいい人が多いですよね。いや、いい人いい多いですよ。いい人多いですよね。いい、そうじゃなくてあんな仕事やんないですよ。あんな、はい、なんか忙しいし、なんかやっても全部つきまとわれるし、パシャパシャ取られるし。ちょっと待って、今もう斉藤さんがちょっと切れて時計のネジを巻き始めたから、ちょっと斉藤さんに喋らせてください。いやいや、今ちょっとただ時計止まってて時間剥がれないな。時計止まってないか止まってんのかよ。いや、私はむしろ今違う話にさっきちょっと絡みたかったなと思って、ガーシーさんの話なんですけど。ああ、そう、ガーシー行きましょうか。せっかく安全な方に行った。まあ、ガーシーさんもだから最初の頃は、こう、やっぱ世の中のこう不正みたいなものをこう暴きたいっていう気持ちがあったかもしれない。これはNHK をね、ぶっ壊すの立花さんとかも、まあ、最初そういう気持ちがあるのかもしれない。だけど、だんだんそれがこう SNS で発信してこう広まってくると、例えばもっとこれを注目を集めたい、もっとそれで例えば川島さんの中でお金をこう稼ぎたいっていう風になってくると、今度自分の振る舞いがその SNS での人々のこう反応の方に揺さぶられるようになっていて、できるだけフォロワーにもっと喜ばれたい、もっと歓喜を呼びたい、これ経済学ではアテンションエコノミーって言うんですけど、まあ、これ別にガーシーさんみたいな話だけじゃなくて、我々もやっぱり発信する際にそのみんなできる注目を集めたいとバズりたいみたいな欲求が出てくると、そういう例えば炎上しやすいことをして醤油ペロペロしたりとかね、しちゃうわけですよ。であれはまさにアテンションエコノミー、ペロペロはアテンションエコノミーなんですね。アテンションエコノミー、そうですね。で、大事なのはこれね、ネットやメディアで流れる話は本当かっていうと、これ私たちはあたかもそれをこう受け取る側の話として考えてしまいがちだけれども、本日のネット社会っていうのは皆さんもまさにネットで流す側なんですね。流れるものを単に享受するだけじゃなくて、それに対してリアクションをしたりもするかもしれないし、なんなら自分で YouTuber になる人もいるだろうし、 TikTok とかでいろんなことをやったりする。だから決してこれで皆さんなんか自分でフェイクを見分けるっていう話じゃなくて、自分もフェイクに加担したり、あるいはそれで炎上を狙って変なことをしてしまったりだとか、そういうことを単にリスクがあるよっていうだけの話じゃなくて、 SNS とかそのアテンションエコノミーっていうやり方はあえてそういうことをみんながするように仕組まれてるんですね。だってそれでみんなできるだけこう使用する時間を伸ばしたいし、それでこう利用者を増やしたい、中毒にしたい、そういう仕組みがあるので、ここをやっぱり自分たちも発信する側でそこに飲み込まれてるんだっていう自覚を強く持つようにしてほしいし、私自身もそういうのにも今すごい飲み込まれてたので、うん、まあそうですね。大変耳が痛い。野村さんも最近ツイッター始めていいねが欲しくてすごい、なんか知名度上げ上げたいさ、いいねをしたりしてるんじゃない。あれこびちゃうんですよね。無意識にこびちゃうんですよね。あれやばいですよね。みんな変わっちゃうんですよね、うん、このネットでね。で、人間変わっちゃうってのは恐ろしいですよ。道具で、ね、我々ってこう道具を使って便利になってると思いがちだけど、実は道具にこうむしろ使われるようになってるし、それが AI とかで川上さん今後加速していく感じなんじゃないですか。いや、まあ多分
まあ、AI の使われ方っていろいろあると思うんですけども、一つはフェイクニュースを作るっていうふうにガチにみんなが反応しやすいようなニュースを作るっていうことができるようになると思います。まあ、でも実際 YouTuber はそれやってますよね。YouTuber とかっていうのは動画のタイトルとかっていうのをとにかくみんなが興味を引くような感じですごい加工しますよね。それは多分 AI とかはもっと得意なんですよ。でそれともう一つ AI がきっとやるのはいや、Twitter やってる人とか Facebook、まあ、Facebook は今みんなやってないかもしれないですけど、Twitter やってる人は知ってると思うんですけども、Twitter に表示される他の人のツイートっていうのは自分が好むツイートなんですよ。つまり世界は皆さん の都合のいいように変えられてるんです。例えばなんかなんかいろんな、なんか争いがあるわけですよね。なんか例えば自民党が好きな人、もしくは自民党が嫌いな人で、それで例えば皆さんのね、なんかアイドルとかもそれぞれによって推しが違ったりすると思うんですけども、それによって見える世界が変わっちゃうんです。自分の都合のいい世界が見えるっていうのがすでにできてます。それが AI が出るともっとそれが進むし、もう一つはね、それをねちょっと変えられるんですよね。こういう人にこういう情報を見せればもっと誘導できる、まあ、それはまあ、もっと売り上げを上げようとするような目的もあるかもしれないんだけれども、それは何らかの目的で多分変えられちゃうっていうのが多分すでに始まってるし、もっと広くなるんですよ、ね、これちょっと一個すごい興味あるから聞いてから野村さん言ってもいいですか、うん、皆さん生徒の皆さんに聞いてみたいんですけど、ツイッターかインスタグラムやってる人ってどれくらいいますか。みんな野村康成さんフォローしてくださいね。800人フォロー増えますからでツイッターとかが自分のタイムラインに流れてくるニュースって自分の好みで変えられてるっていうのを知ってる人はいますか。ああ、もう大体知ってるんですね例えばじゃあツイッターのトレンドって右に出てくるじゃないですか。トレンドが人によって表示されてるのが違うっていうのを知ってるっていう人はどれくらいいますか。だからやっぱりフェイクニュースが騙されてるのはおっさんかもしれない。そう、いや俺もそう思ったら何でもいらないよね。いらない若者はねおっさんなんで多分情緒が本当だよ。なんか喋るのってなんか聞きたいね。なんか俺多分大失敗したばっかりだから。だって野村さんが騙されてたわけですからね。そう思いっきりだからそんななんか知らなくてさ、しかもツイッター使い方とか知らなくて、最初のうちなんか始めてなんかいろんなの上がってくるからツッコミとか入れるのが楽しみ方だと思ってて、なんかアイドルとかがなんかコメントしますみたいになんかみんながコメントしてるのに全然返してなかったから、なんか返してないやんけとか、なんかそんなことばっかつぶやいてた。しかもそれはみんなに見えてるの知らなくて、でそうすると多分アルゴリズムで アルゴリズムで全部アイドルとかばっかり来るから、でそういうもんだと思って全部もっとアイドルとかばっかり来るからって。で、ある日突然指令から DM って来て、野村先生ツイッター始められたんですか、僭越ながらつって、なんか初めてなそういうのはですねやるものではありませんって言われて、なんと、まあ、なんとかなったんだけど、全然俺が言うことになりますよ。いやでも 今思ったんですけど、こネットメディアで流れる話は本当超豪華著名人による白熱のガチ本音トークっていうのが今日のテーマなので、うん、白熱のガチ本音トークっていうのは全く合ってますよね。押し上げることは何もなかったっていうちょっとガチすぎて今後悔してるそうですね、まあ、だから、はい、そう考えると面白いな。この、まあ、10代、皆さん10代ですね。10代の人って多分俺らとは違うメディアリテラシー完全に持ってるんでしょうね。アルゴリズムって理解してるってことですもんね。だって生まれた時からだもんね。そういえばネイティブどうですか斉藤さん。いやただ気になるのがそれがアルゴリズムになってるのが分かっていたとして、本当にね、じゃあそうじゃないニュースとか、つまり自分に対して調整されてないニュースとかに、うん、皆さんがどれだけ意識的にアクセスするようにしてるかっていうのが大事なわけじゃないですか。だってアルゴリズムだって分かってても、ただそのニュースだけ読んでたらアルゴリズムだと分かってない人とほとんど同じ結果。アルゴリズムに乗っかってるって可能性もありますからね、うん、そうだから本当はそれではダメで、だからさっき大手新聞の人に怒られたってね、川上さん言ってたけど、私は新聞すごい大事だと思うわけ、うん、なんでかっていうと、新聞を読むと必然的に他のいろんな情報が入ってくるわけです。自分でその LINE のニュースとかだけ見てると、もう特定のニュースばっかりになる、うん、だけど新聞を読むとそうじゃない情報、ウクライナの情報の隣に例えばなんかアフリカのスーダンとかの話があったりとか、まあ、そういういろんな視点で、しかもその
まあ、いろんなオピニオン欄とかを読めば、いろんな問題に対してイエスとノーの人たちがいて、自分の意見と違う人たちの情報にやっぱりどれだけ今私たちは意識的にアクセスできるか、まあ、それで新聞読むの面倒くさかったり、ツイッターであえて嫌いなやつをフォローするとか、ね、そうやってアルゴリズムを攪乱してやったり、まあ、そういうやり方も私は重要だと思います。どうですか、川上さん、野村さん、どうぞ。違う質問です。ニュースを読むときに、まあ、何でもいいですけど、ヤフーニュースとかそういう、まあ、読まないって人もまあいるかもしれないですけど、とかで読むっていう、元は新聞のニュースでも新聞じゃなくて、ヤフーニュースとかで読むっていう、ヤフーニュースで読むとかっていう人どのぐらいいるかなと。ヤフーニュースか LINE ニュースだろうな。ヤフーニュースか LINE ニュースで読む人、うん、あんまり LINE ニュースでもなく Twitter ニュースですよね。だからもうそれは新聞の記事だったとしても多分もうかかっちゃってるんですよ、うん、新聞読んでる人も3人ぐらいかな。ダメだダメだな、こりゃ。いやこれだから俺朝新聞の友達の将来が心配だよ本当に、うん、どうだろう、皆さん例えばヤフーコメントとかって、まあ、最近だいぶ綺麗になりましたけど、基本的にすごく悪口が多いじゃないですか、うん、で、ああいうヤフーコメントでどれぐらい賛成してるか、どれぐらい批判してるかっていうのがその世の中 の反応だっていうふうに思ってる人ってどれぐらいいますか。ヤフーニュースのコメントが世の中の大体を表してるだろう、ね、表してるっていう思う方ってどれくらいいますか。みんな思ってない、うん、思ってないってことだね、うん、思ってる、うん、思ってる人少しだけ。思ってる人はどれくらいいますか、うん、だから結構思ってないんですよ、あそこ荒れてるって分かってるっていう、そうですよね、うん、だから一つはそのネットの怖いところっていうのは、うん、ネットで賛成とか反対とかって拡大して見れるんですよね、うん、で特にアンチっていう人がいる場合は反対してるばっかりに一見見えるだけれども、実際にはそのものすごく少ないみたいなことっていうのが多分すごく重要なことなんですけど、まあそれも皆さんも大体分かってると。大体今年は欅坂のサイレントマジョリティって曲あったんですよ、はい、だからそのサイレントマジョリティを通じて大体その概念は知ってるかもしれないです、はい、ああもうそれでもう教育されている、もうすでに秋元康が教育済みです教育済みね、はい、でも大事な視点でさっき の政治のとかちょっと僕もエクスキューズしとかなきゃいけないと思った。僕も確かにメディアにいて、はい、すごい報道局の人から政治家のコメントそのまま流すっていうのはダメだってすごい言われたんですよ、で僕らはそれ YouTube でやったんですよ、で今もやっててリハックっていうチャンネルなんで、皆さん家帰ったらすぐチャンネル登録してほしいんですけど思いっきり毒されていいじゃないですか。リハックで流した時にやっぱりそれダメだって言われた、はい、だけどこれちょっと勘違い皆さんしてほしくないのは、ダメだって言い続けるこううるさいおじさんも必要だってことなんですよね。でこれはやっぱり政治家っていうのはちょっと普通の人と違うのは権力持ってるんですよね。で権力持ってて、あるいはメディアとか、普通の人とかに対して権力を使っていろいろできる立場にあって、自分のこと悪いことを隠せるっていう可能性もあるんですよね。例えば警察とつながったりしたらね、可能性ベースですよ。だからそういうふうに言い続け、監視、権力を監視する人も必要なんだけど、そればっかりやってると善悪人に見えてくるから、そうじゃないことを報じるところも必要でしょうと。だから政治家の言ってることを調整して報じるメディア、例えばテレビとかね、新聞も必要だし、そうじゃないメディアも必要だろう。そうじゃないメディアに対して今ちょっと注目度が少なかったっていうことですね、川上さん多分ね。まあ多分昔はそれ本当に必要だったんだと思うんですよ。そうそう、昔は。昔は本当に必要だったと思うけど、今は僕はそこまで必要じゃない。だから僕バランスだと思っていて、そういうのを言うのがダメだって言ってるんじゃなくって、必要の時代はあったし、それがなくなったらまた政治家っていう人、悪い人が増えちゃうのかもしれないんだけど、今はバランスとして、そうじゃないメディアも僕はあった方がいいんじゃないかっていうふうに思ってる、ね。そうですね、そうじゃないメディア、ちゃんと垂れ流すメディアもあった方がいいんじゃないかと、ね。はい、そこを大体ネットが今こうになってきてるんですかね。うん、でもこの問題で多分考えなきゃいけないのっていうのは、多分そういうふうに騙してる悪い、本当は悪い政治家みたいなものが今ネットにいるんだとしたら、多分それは皆さんが今この人の言ってることがすごく正しいと思って信じている、この人は絶対いい人だと思っている、まあ YouTuber の人たちの中に実はいるかもしれない、うん、だ特定の個人が推定できるような言い方やめないいやいや、そのこと言ってません、一般論でいいから。一般論ですね。要するに今ネットにいる人、この人は正しいと思ってる人でもクリエイターとかいっぱいいるじゃないですか、うん、でもそれってほとんどの場合作られたイメージなので、うん、本当のその人がどうかってやっぱ分かんないんですよね、うんうん、そこは難しいですよね。難しい、野村さんそこはどう思いますか。そう思います。で逆もそうだと思います。やっぱりさっきのアテンションエコノミーじゃないけど、結構厳しいこと言って批判浴びて、なんかあんなやつ出していいのかみたいな人が会ってみると全然違う人だったりするんですよ。多分
こうなんかやった時に受けて、もうハイテンションになってやりすぎちゃうんですよね、きっと。だからそういうなんかこう悪が強くて、この人は 逆バージョンですけどね、っていう人が実はそうでも なかったりすることもあるし、で逆もあるから、あのマーケティングみたいに成功してて、もうなんか影響力があって、あの人の言ってることなし、あのもう間違いないみたいな、で実はいいと思っていろいろ方向に誘導してるなんていくらでもあると思うから、まあ難しいですよね。もちろんこれもまた同じで、あんまり言う必要もないのかもしれないけど。どうぞ。いやね、私もその問題考えたことがあって、あったらいい人、例えば川上さんとか昨日会ったらめちゃめちゃいい人だよね。資本家って聞いてたから、私あのマルクス主義者みたいな、ちょっとマルクスとかマルクスでね、分かんないかもしれないけど、マルクスってざっくり言うとお金持ちを倒して革命を起こそうみたいな発想、資本家的なので、資本家ってお金そう的なんですよ。川上さん会ったらめちゃめちゃいい人なんですよ感動して、だからそういうことってよくあるんですよ。なんかツイッターとかでこう炎上してる気味で、こう結構声が大きい人もあったらね、すごいいい人っていうのはあって、 でもどっちが本当なんだろうかって考えたんですよ、私も。実は会って嫌なやつって絶対少ないじゃないですか、よく考えたら、ね、会って失礼な人っていないんで、普通ほとんど会ったらそれはもうなんか、しかも、ね、1日ぐらいだったらね、こんにちは、別に川上さんが悪い人みたいな話じゃなくて、これちょっと話の持ってきから完全に間違えて今焦ってるんですけど、あの実はツイッターの方が本物なんじゃないか疑惑っていうのは私の中である。なるほど。せっかくね、あと23分くらいなんで、最後の10分15分は質問にやったいと思うんですよ。やっぱ野村さんが今日来ていただいてる、野村さんたまたま日本にいるからちょっと連れてきただけなんだけど、そう普段いないですよ日本に。でマジですごいね科学者だから、野村さんに関する話を一つやりたいですね。今から3つ質問するんで手をぜひ挙げてほしいですね。科学者だったら本当にすごい信頼が置けるって何だかで、まあ、本当にすごい信頼が置ける超優秀な科学者だったらどう答えるかっていうのを想像して皆さんに聞きますね。本当の科学者が宇宙人について話したときに、宇宙人はいる可能性があるっていうふうに思うと思う方いますか？科学者、宇宙人がいる可能性があるっていう方がいると思う方。あ、いいですね。これくらい。もう一個聞きますね。もう二個聞きます。タイムマシンは作れるっていうと思う方いらっしゃいます？作れる可能性があるっていうふうに思う方いらっしゃいますか？科学者は。ちょっと減りましたね。じゃあ次の問題いきますよ。これ拳ありますよね、拳。これが机をこう殴ると、これ貫通する可能性がある。これこう割るんじゃなくてですね、貫通、幽霊みたいに貫通する可能性があるって科学者は答えるって思う方いらっしゃいますか？うん。さらに減ってきましたね。俺多分ね、これ野村さんだったら全部イエスって答えると思うんですよ。全部宇宙人はいる可能性がある。タイムマシンできる可能性がある。ここをこうやったら壊さないで突き抜けられる可能性があるって答えると思うんですね。これが科学っていうもんだっていうの結構大事だと思うんですよ、ニュース。野村さんそれどう思います？まあそうなんですよ。ただまあ誤解するようになっちゃうので、例えば最後の例は、あの量子力学っていうのは全てっていう理論で僕らの世の中動いてるんだけど、全て本当は確率で動いてるんです。だからなんかこう、まあ、電子でも何でもやる送るとどこにいるっていうことは原理的に答えられない。知らないから答えられないんじゃなくて、原理的にそういう情報って意味がないんですよ、確率的にしか。でそういう意味でこれをあの1秒に5万回ぐらい、ここを宇宙の年齢の宇宙の年齢の何倍の何倍何千倍何倍もぶったたいてれば、まあ、そういう可能性あることはあるんですよ。でもそれを逆にそういうふうに使うやつもいるから、そこなんですね。そうやってしまえばお前のスピリッツがいけてればいけるぜみたいな、それも嘘なので、それはもう事実上いけないという言い方はもちろんします。で1個目の宇宙人がいるとか言うと、そういう話するとあの結構業界的にあのやばいとか思う人がいるんですよ、うんうん、でも本当に逆にいないなんて言い切るやつはやばいって、あの怪しいです。怪しいですね、うん、だっていないなんてわからないってことはいるかもしれないってことだから、まあ、あとは私はこのぐらいだと思いますとか、僕が言ってるのは、いてもあの世の中って光のスピードが最大なんです。でそれ以上に、それって1秒間に地球7周半ぐらいなんだけど、あのそれより速い信号を送るってことは今少なくとも今人間が知ってる理論ではできないので、おそらくいわゆるコミュニケーションは難しい。だから UFO が来て、そういう意味 あの NASA 隠してるぜとか、そういうのは非常に僕は懐疑的だけど、宇宙人はいるかって言ったら、あの、もういる可能性は、で、唯一一個、少なくとも今の物理学理論では、唯一一個できないって、僕ははっきり言い切れるのは2番目の。あ、タイムマシンはできない？できないです。未来に行くことはできます。
比較的簡単にできます。エネルギーが多分あればもちろん未来に行くことができます。行くことができます。できます。できます。時間ってずらせるんですよ。ものすごいスピードで動いたりしてると、時間が、聞いたことあるかもしれないけど、相対性理論ってアインシュタインがやってるやつで、ものすごいスピードで動いて、ただ効果はすごい小さくて、例えば今から飛行機でこう死ぬまでもうずーっと飛行機で飛びまくってて、そしたら死ぬ時には1兆分の1ぐらいちょっと寿命が伸びたかなとか、まあ、数字は適当ですけど、そのぐらい少ない効果なんだけど、もっと早く動くとずれるので、まあおそらく川上さんなんかが聞いたら、僕もそう言いますけど、そんなものすごいコストかけるよりは未来に行くのはレートスリップの技術を作ればいいわけですよ。だからそれはできるんだけど、過去に行くってことは今の理論、少なくとも今の理論によるとできません。面白いですよね。ここ結構重要で、これね、科学的な興味っていう意味ではぜひ興味ある人も研究でいろいろ勉強してほしいなと思うんですけど、この机を叩くのも、俺、野村さんから教わったんだ、こうやって叩くと、分子のもっとちっちゃい電子とか、原子レベルでは1個ぐらいやっぱすり抜けてんだって、何兆個あるうちの。で可能性で言うと、だからそれが可能性としてはこれ全部の分子が間違っていっちゃう可能性もゼロではないってことですよね。うん。まあでもそれをまあ事実上ゼロとはもちろん言いますよ。言いますよね。うん、ただこれが危険なのはメディアリテラシーっていう意味で危険なのは、科学者の人がでそれはある可能性があるって言ってもそれは嘘じゃないから別に訴追もされない、訴えられもしないし、嘘のこと言って科学じゃないともなんないときにそれは悪用する人たちがいる可能性がある。そっちの方が怖いです。だから突き抜けるはずがないじゃんっていうのは別にそれでいいと思います。そんな量子力学の細かいことなんか、そうですよね、トンネル効果知らなくても別にいいんだけど、そういうのをね、なんか悪用するやつもいるんですよ、うん、その金儲けとかね、自分でやりたいことに。つまりだからね、本当にそういうところに留意しながら、まあ、メディアとかニュースっていうのは、例えばお医者さんがですね、この薬は、何かに効く可能性があるって言った時だって、それ 0.001% だとそう言えるわけなので、まあ、それをもってして、まあ、俺だったらめちゃくちゃその薬言って大儲けする発想になるわけですよ。僕だったら、まあ、そういう可能性はゼロじゃないってことだよね、うん、使われてます。でもありがとうございます。門外観に話を振ってきて、だってカリファニア大学からね聞いたけどそっちは行けなくなっちゃうからね、はい、はい、じゃあこれ結構でもね、本当に科学の面白いところ、ぜひぜひ科学とか物理とか興味ある方は勉強して、あと宇宙の起源ね、これで1個だけあと1分で補足しておくと、野村さんは普通さ、数学とかってさ、1次元2次元ってこう紙ですよね。で3次元だとこう立方体とかこう空間ですよね。で4次元がそれに時間を加えて4次元っていうんですけど、野村さんによると9次元ぐらいまであるんですよね。そう言われてますね。僕によるとっていうか理論だからなんかね、うん、サイエンスで特に僕物理学なんだけど、多分基礎を作んなきゃいけないから、なんか最初斜面とかやるわけですよ、うん、振り子とかなんか寝ちゃうよね振り子の、うん、そうやね、本当は面白いっていうのだけはちょっと言っておきたい。そうですね、本当面白いらしいです。あと宇宙の始まりとか、もうこれも今日活躍するけど、野村さん宇宙が何個もあるって言ってんのよ。宇宙がビッグバンって初め宇宙ができた前に行くと他の宇宙だったって言うんですよね、うん、なんか性質も全然違う、例えば電子なんかもないような、うん、それはもちろん宇宙はたくさんあるって言った時に宇宙とは何かって決めないと、その別の宇宙も含めて宇宙って呼びましょうって言ったら1個しかないに決まってるから、うんうん、そういうサイエンスっていうものを定義して、うん、僕らの宇宙っていうのはどういうものかっていうと、それ以外のものがあるとか、でそういう話をやるんだけども、やっぱり基礎を作らなきゃいけないからか、うん、最初こう坂道とかスプリンとかからやっぱりしょうがないんですけど、うん、こういう世界があるっていうのを興味ある方がいたら、まあ、楽しくなるので、諦めず、うん、諦めずというか、興味とかね、いていただければ嬉しいです。と思います。っていうちょっと、お話をしたところで、残り15分ぐらいなので、質疑応答に移っていければと思います。今のところ、菅原さん、なんかやばい話してました？大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？やばい話、ガーシーかな？ガーシーぐらい。はい。じゃあ質問受け付けていきます。せっかくなんでいろいろ聞いてみてください。受験勉強のことでもいいですよ、何でも大丈夫なんで、ぜひぜひ質問受け付けたいと思います。で質問ある方いらっしゃいますか？お、いた。じゃあ果敢に そちらの女子の方かな。3年生の道上時です。高橋先生に質問がありまして、はい、近年バラエティ番組とかの切り取り記事っていうのがネットに上がってると思うんですけど、その番組を作る側として肯定的に捉えてるのか否定的に捉えてるのか教えていただきたいです。ありがとうございます。バラエティは僕肯定的に捉えてます。それで見てくれる人がすごい増えればいいなとかって思いますし、ただなんか やばい切り抜き方とかはねちょっと困っちゃいますけど、僕は肯定的に捉えてます。なんでその質問してくれたんですか？ワイドナショーっていう番組で松本人志さんが切り取り禁止ってやってたのを見たっていうのと、あと結構本当に一部だけを切り取ってるので、作ってる側としては全てが伝わらないんじゃないかと思って、
私はなんかどっちかっていうと切り取り記事なんてなくなってしまえって思ってたんですけど、それで作ってる側の方の意見を聞きたくなって質問しました。でもすごい真面目なお話いただいたと思うんで、本当30秒だけ真面目な話すると、本当大事な視点かもしれなくて今日のこの話に通じるんですけど、本当の話してるかって時の一個のキーワードが文脈ですよね。なんか切り取り記事って文脈を切り離しちゃうんですよね。本当に例えば斉藤先生にお前バカだなって言ったとすると、だけどここ例えばここの関係値、まあ、仮にすごい仲良かったとすると、でその前にお互い本当にリスペクトがあると、その中でバカだなって言ってるのと、そこだけ切り取ってバカだなって言ってるのとなんか全然見え方違いますよね。だから文脈って本当大事だと思うんですよ。で文脈がどう流れてるのかってニュース見るときにあった方がいいかもしれないですね。例えば、どっかの国がどっかの国に攻め込んでいる、何かが報じられている、それどういう文脈があったっけかな、どこの国がどういう流れで報じているのかな、その文脈ってのは大事だと思うんですよ。何か補足ございますか。本当は全然流れがあります。やめろありがとうございます。そういう意味でとてもいい質問だと思いました。ありがとうございます。拍手しますか。じゃあ続いて質問がある方ぜひぜひ何でも、はい、じゃあここに2人とあそこに3人いたんで、その順でいきましょうか。こちらの前の2人からいきますか。3年生の渡辺風花です。私は自分の考えがあっても、なんかそうじゃない考えの人がいたり、その自分の考えで傷つく人がいるぐらいになったら、わざわざその自分の考えを主張しなくていいかなって思うことが結構あって、皆さんはこうメディアに出たりしてこう自分の考えをこう言う機会があると思うんですけど、どのような考えで活動を行っているかっていうのと、私たちにその面でなんかアドバイスとかがあればお聞きしたいなって思いました。ぜひ。じゃあ川上さんに聞いてみましょうか。これはそうですね、僕はなんか例えばあのネットの場合は思ったことを言うようにしてるんですよね。でそれは何なのかっていうと、まあ友達って多いですか。にくいな。多い。まあまあ、はい、それなりに、はい、じゃ あのネットでは黙ってていいと思います。僕の場合は友達がすごく少なかったんですよね。まあリアルな世界の友達少なくって、まあ、ネットの中の人間の付き合いっていうのがまあ、多かった。でなのでそのネットで発信することっていうのがコミュニケーションっていうんですね。で多分こういう人って結構それなりにいると思うんですよ。でそういう人はやっぱりネットぐらいね、言いたいことを言えないと生きてる甲斐がないと思うですから。でそういう人は僕は言えばいいと思うし、でそういう人たちの言う権利を僕守んなきゃいけないと思います。なので僕はそういうネットのことで何があったら炎上するような文化って基本的に嫌いなんですけども、それはやっぱりネットの中で自由に喋らないと、喋る場所が現実世界にはないっていう人がいるからですね。でそれで現実社会に基盤がある人っていうのは、まあ、事故らないように、まあ、気をつけて喋ってればいいんじゃないでしょうか。で基本的には一つの質問に一人ずつ答えていきます。補足あったら言ってくださいね。今の件大丈夫ですか。じゃ隣の方行ってみましょうか。せっかくだからマイク隣に渡してください。ね、3年の東野美穂です。さっき、はい、発展していくことでツイッターとかのフェイクニュースとかが増えるっていう話があったと思うんですけど、AI が発展していく中で増える職業とか需要が高まる職業とかっていうのは何があると思いますか。じゃこれは野村先生に聞いてみましょうか。え、僕も知りたいです。じゃあこれも川上さんに聞いてみますか。 AI 詳しいからな。まあ、多分最終的にはなくなると思います。人間の仕事っていうのはほぼなくなると思いますけど、多分すぐにはなくならないので、じゃあ過渡期はどういうような仕事が残るのかっていうと、一つは AI 関連の仕事ですよね。で多分今でも会社の仕事のほとんどっていうのは人間同士のコミュニケーションなんですよ。だからその部下と社内での連絡とかっていうのをほとんどの人って大体何十パーセントぐらいの人がコミュニケーションに使っていて、30%とかしか仕事をしてないって言われてるんですよね。でこれからは多分 AI とのコミュニケーションをするっていう仕事が多分たくさん増えます。
だから AI に 何かや何をやってもらいたいのか AI に伝える。で AI が言ってきた答えを解釈する、そういうような仕事っていうのが増えるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。じゃあ先ほど手を挙げてた方、マスクの眼鏡かけてくれてる男子高生かな。え、ここその次もまだ質問あと 2,3 問いけると思うので、ぜひあったら考えておいてください。2年の遠藤武江です。ちょっと尖った質問になっちゃって怖いね。素人質問で本当に申し訳ないんですけど、今いろんなとこで例えば男女平等とか人種平等とか騒がれてると思うんですけど、正直なんか平等って上の人が我慢をするか下の人に下駄を履かせるかしかないと思っていて、まあ正直いらないんじゃないかなって思ってて、なんか平等に行くぐらいだったら全員スタート一緒にして公平にした方がいいんじゃないかっていうふうに思ってるんですけど、それはどうお考えでしょうか。でこれは平等とかジェンダーについて詳しい斉藤さんにぜひ聞いてみたいと思いますね。はい、まあ、私も、まあ、今日ね、私本当よくないと思うのがここに4人ねおっさんの男性が並んでることだと思うんですよ。でこれはやっぱり例えばそういうネットメディアとかのそういう議論をしたりする番組とか、まあ、これテレビでもいいんですけれども、やっぱりよく番組を見てみると分かると思うんだけど、やっぱ圧倒的に男性が多いですね。でやっぱりそれは今までそう意見を言ったり相手を批判したりっていうようなことがやっぱりこうね理論によって相手を論破していくみたいな、だからやっぱ男性の何かこう仕事みたいなふうに思われてる。なぜならば女性は感情的で、そういうこう議論みたいなものが適していないみたいな、そういう偏見が要するにあるわけですよ。でも今日だってね男女の割合で言ったら半々なわけで、でにもかかわらずこういう場所にそういう男性ばかりが来るというのは私は本当おかしいですね。でそういう時にまあじゃあ平等にしようって言って男女の割合をやっぱりこう戻していくっていうのは私は必要なことだと思う。だって世界が本当は男女半々、まあ、プラス LGBT の方がいるとすれば世界の割合をちゃんと反映した上でこういう例えば、まあ、今日みたいな本当の真実とは何かとか、まあ、もっとどういう社会を作っていくかとかっていう議論を男性のおっさんだけでできるわけがないんですね。で逆に我々はなんか気持ちよくなって、あこんなお客さんいるしこうなんかちょっと面白いこと言ってみようみたいになって後からですね絶対私はいろんな人たちからなんか批判されるんだけれども、そうやってこう私たちが気持ちよくなっている裏で実は意見が言えなくなっている人、さっき の自分の意見を言って誰かを傷つけるぐらいで自分の意見はなかなか言えないと、そういう我慢している人たちがたくさんいる、あるいは自分たちがこう活躍するためにむしろそれが、ね、活躍の場とか意見を言う場を奪われている人たちがいるっていうふうに考えたら、それってやっぱり公正じゃないと思うんですね。だから私はやっぱそういう場を積極的に作っていく、その際にやっぱ今踏みつけている側の人たちはやっぱりまあ我慢をするっていうか、やっぱりそれをちゃんと戻していくっていうことは当然必要なことだと。それをこう別にそんなにいいじゃないか俺らの方が今楽しいんだからっていうのは踏みつけている側の暴論だというふうに考えています。ちょっと一言ずついただきましょう。これじゃあ野村さん川上さん順でいただきましょう。これはあまりにも重要な話なので一言だけ、二言いいですか。二言大丈夫ですよ。一つはこれ本当大事な話で、もちろん総論完璧に賛成なんですけど、非常に重要な話だし僕らはそういう話を ここ3人は少なくともこの左側3人っていう昨日初めて会ってるわけですね。でそういう話にも なりましたけど、意見は完全には一致しないです。だからこう考えたら、けしからんお前を世の中から抹殺されるべきだみたいな極端になる必要はないとは、こう偉い人が言ったから必ずそれに全部賛同しなきゃいけないとかいうことはないので、みんなでゆっくりじっくり真剣に考えていく話題だっていうのは、まあ、こうですっていうとそうなのかとか、まあ、思わないと思うけど、非常に重要で微妙な話だから、ここにいる3人だって完全にはもう それは方向性は一致しますよ、それはその方がいいに決まってるから、だけど完全に細かいところまでは一致しないからっていうのを一つ足したかったのと、もう一つはそれだって例えば
我慢してないかもしれないなって僕は思うんですよ。先人のことを傷つけるぐらいだったら言わない方、それで言わない方が自分がすごく心地よいんだったら言わないでいいと思います。別になんか言わなきゃいけないみたいなのもなんか別にないし、言いたいのに我慢してるならそれは改善していかなきゃいけないけれども、本当にだから何でもいいんじゃんって感じの人なんであんまり適当に聞いてくればいいんですけど、極端じゃないけど、まあなんかいろんな意見がある話です。まあありがとうございます。川上さん、平等って僕はすごく大事だと思っていて、人間ってやっぱり平等が好きなんだと思うんですよね。だからローカルには平等っていうのがまず大事だっていうことと、それとじゃあマクロなところで平等じゃない競争って一人の勝者と多数の敗者を生むんですよね。だからやっぱり平等じゃないっていうことは全体が僕は幸せにならないっていうことにつながると思うので、平等っていうのはすごく大事な感じだと思います。まあ、それと男女平等の話も今ちょっと出たのでちょっとご紹介したいことがあるんですけども、まあ、これ N 高等学校っていうね、 N 高っていう通信制の学校やってるんですが、そこに政治部っていう部活をやってます。で、政治部っていうと普通男ばっかりと思うじゃないですか。ところが実は講師が三浦瑠麗さんという女性の方なんですけども、女性の方 になった結果申し込んでる人は女性の人が圧倒的に多い。で、これ200人が申し込んでその中で20人しかなれないんですけども、多分7割ぐらいが女性なんですよね。つまり政治っていう男の世界だと思われてるものですら表に見えてる人は女性だと女性の方が多くなっちゃう。つまりやっぱり今の世の中っていうのは偏りがあって、その偏りはやっぱり直してあげないと本来 の平等な姿にはならないっていうことだっていうふうに僕は思います。はい、これちょっと若干センシティブなテーマ、結構際どいテーマだから一応メディアとして補足しとくと、なんかあれかもしれないです。平等を考えるときに2つのことだけちょっと覚えておくといいかもしれないと思ってて、やっぱ一個抑圧されてる人がいる、自分の力ではどうにもならない人がいるっていうことと、あとまあ人生何が起こるか分かんないっていうことかなと思ってるんですよね。抑圧されてる人がいるっていうのは斉藤先生が言ったことに近いかもしれなくて、自分の力ではどうにもならない人っていますね。例えばインドとかに生まれてどうしてもこうカースト制度の中で一番低い身分に生まれちゃったとか、あるいはまあ例えばどっかの国で奴隷に生まれちゃったっていう人って自分で人生変えたいと思っても自分の力ではどうにもならないですよね。そういう人たちがいるから、そういう人たちに対してこうどうやって人生をこうなるべく近づけられるかなみたいな、こう自分の力でどうにもできない抑圧されている人がいるっていう視点を絶対持った方がいいなと思うのが一つと、あと人生何が起こるか分かんないって重要な気がしてて、これって平等って結果の平等と機械の平等ってあるじゃないですか。で、機械のみんなにこうスタートラインは一緒がいいよねっていう考えは僕がいい、僕はメディアを見せるでいいなと思ってるんですよね。で、それ突き詰めていくと何かと思った時に、今みんなこういろんな状況で生まれてきたと思うんですけど、この世の中にいるどんな状況に生まれてきてもまあいっかみたいな、例えば男女で言ったら自分が女性で生まれてきてもまあまあいっかみたいな、例えばもっとこう大変な困難な状況に人がいたとしても、例えばこういう制度でこう保障されてるからまだこれだったら希望を持って生きていけないみたいな、どんなこう他の人に生まれ、こう世界にいるこういろんな人を想像してこの人に生まれて変わったとしてもまあいいなみたいに思えるのが大事だと思うんですよね。みたいな話がこう政治学科とか、まあ、思想とかの分野に行くと、なんかジョン・ロールズみたいな人、正義論っていう本があるんですけど、まあ、もしなんかその正義とかそういうのに興味あったらそういうの読んでもいいかなと思って、まあ、僕はそういう考えで一応メディアを見せてるんで、まあ、こう皆さんのお考えがあったんだけど、ちょっとそんな感じかなと思います。こう結構センシティブなテーマですよね、やっぱね、平等っていうのはね。でも大事なテーマですね。大事なテーマですよね。ありがとう、いい質問だったんです。最後のいい質問で結構あれだったんで、最後じゃあ一問だけにして、どうしてもこれ聞きたい、3時までしたよね、確かね。はい、じゃあと一問やっておしまいにしましょうか。これ聞いてみたいっていう方いらっしゃったら、ぜひ手を挙げてもらえると思うんですけど。お、じゃあ、パッと上がったから彼にしよう。1年生かな ?1 年生の女、1年生の女の子ですかね、この線にいらっしゃる方。1年の柳田桃葉です。もっとテレ東勤務会さんがいるのでお聞きしたいんですけれども、まあ、結構テレビを見ることが好きなんですけど、周りの友達とかに聞いてもテレビ全然ほとんど見ないよみたいな人がいっぱいいてびっくりして、あと若者もテレビ離れ、あとその昔のバラエティ番組とかに比べて今のバラエティ番組ってコンプライアンスがすごく厳しくなって、私は正直あんまり面白くなくなったなって思うんですけど、その辺の話についてお聞きしたいです。そうですね、最近家で1週間テレビ見なかったって人どれくらいいますか？
やっぱこんだけいるわけですよね。辛い状況だとは思います。でテレビがそれがいいのか悪いかっていうのを話をしたいと思いますね。まあ、テレビが面白くなくて若者に見られないってすごい悲しいけど、究極言うとそれでもいいかなと僕思ってて、テレビってやっぱり公共の電波なんですよね。で国からすごい安いお金で電波を借りて流してる番組なんですよね。なので僕なんか結構弱者のためのメディアでいいのかなと思うんですよね。皆さん若いから遊びに行けますよね。例えば大学生だったら夜土日とかで飲み歩けたりすると思うし、まあ、スマホをね買ってこう小さい文字も見えたりするかもしれないじゃないですか。だけどやっぱり僕がテレビ作ってて一番やりがいがあるなと思ってたのは、なんかおじいさんの家とかに結構ロケ行った時に、もう旅行行けないから旅行番組見るのがすげえ楽しみだって言ってる人がいたんですよね。で胃が悪くてもう美味しいもん食えないんだけど、このカレーのちょうどなんかぶつ取りしてるシーンを見てるおじいちゃんを見てたんですけど、僕がこうカレーとか見ていいな食べたいな、こういうの見るの好きなんだよな、グルメ番組って言ってたシーンがあるんですよ、僕の記憶の中で。それが一番嬉しいなと思ってて、なんかこうやっぱり不便があって遊びに行けない時の娯楽であったり、例えばすごい山奥に住んで夜遊びに行けないですよね、そういう人の娯楽であったりしてもいいんじゃないかなと思うし、まあ、そういう方向にテレビが活路を見出してもいいんじゃないかなとは思ったりもしてます。だから全然僕こうご高齢の方のためのメディアになることもそんなに嫌いじゃないですし、若者にも見てもらえるように頑張りますよ。でマスって若者とご高齢の方含めてのマスだから、ご高齢の方も楽しめて若者も楽しめるように研鑽するっていうのがディレクターの腕の見せ所なんですけど、まあ最悪そっちに行っちゃってもいいのかなっていうふうには思ってたりします。っていうのでお答えになってますかね。はい、じゃあ時間も ありがとうございます。さあ、じゃあ時間も来ましたので締めていきますかね。放送部の方にも。一人だけどうしても。いいですよ、いいですよ、行きましょう。僕らはもう暇なおじさんなんで大丈夫ですか。うん、あ、全然はい。3年の庄司晴人と言います。めっちゃいい声してんな。斉藤先生にちょっとお伺いしたいことがあるんですけど、我々人類発展開発し続けて、我々結局人類という結局何に向かっているのかなっていうのが、哲学が専攻されていたということで非常に気になるんですけど、ちょっとお聞きできればなと思います。何がどこに向かっているとおっしゃいますか。人類は何に向かっているのかと。おー、これでも最後だからちょっと一言ずつ聞いていきましょう。斉藤さんどう思いますか。いや、まあ何に向かってってことはないと思いますよ。だから人間は自由だと思うんですね。あらかじめ何かになるとかを決められてないっていうことが、やっぱり人間が自由な存在であるっていうことの根本的な理由だと思うので、私たちはなりたいものになれる。ただまあやっぱりそのためには、例えば社会がある程度平等でなければならないし、まあ、人権とかが保障されてなければいけないし、あとはやっぱり地球環境がちゃんと維持されてないといけない、いろんな条件があるわけですね。こういう条件を私たちは今、まあ、残念ながら破壊しつつあるのも事実だと思うので、やっぱりそういう自由を守るために、どういうことができるのかっていうことを選択するのもまた我々の自由なので、何かそれをこう一つの答えっていうのはないと思うんですね。だけどそれについて考え続けることはできるし、まあ、それをやるのが私は哲学の一つの役目だと思っているんですけど、ぜひ あなたもいろいろ考え続け学び続けてください。ありがとうございます。川上さんはどうですか。まあ、それであの答えにはならないと思うんですけども、人類はどこに向かっていくのかっていうのは僕もよく考えていくテーマなんですよね。じゃあどういうことに僕が興味を持っているのかっていうと、一つは地球でやっぱりそういう人類みたいな地域生命体が誕生したのというのはやっぱ初めてなんですよね。で初めてのことで、じゃあこれってで地球の環境までも今変え始めて、そう人新世みたいなことも言われてるわけなんですけども、いつまで人類って生き延びるんだろうっていうのが関心ですよね。でもう一つはその人類ってこれから例えばコンピューターとかが出てきて、まあAI とかによる、まあ、シリコンの生命体に変わっていくんじゃないかって、これは SF みたいな予言なんですけども、その可能性とかも実際ありますよね。でそこはどうなんだろう。そして人類は結局地球を飛び出して宇宙に羽ばたくことができるんだろうか。それも興味ありますよね。まあ、この3つのテーマそれぞれ関連してるかもしれませんし、まあ、そういうのが僕は楽しみだなと思っています。じゃあ野村さん、最後どうでしょう。あ、僕最後ですか。
なんか確かに非常に大きな話で、僕もいろいろ考えたりみたいなことをやったこと、考えて話したこととかも実はあるんですが、まあ、ちょっと違う毛色の答えをすると、人類はどこへ向かってるか、僕がどこに向かってるかもよく分かってないので、やっぱり最後は人類は人生はって言っても、すごく近いところに、まあ、日々やれることをやって、周りの人を大事にしながら、その結果行く方向に、まあ、向かうんだろうなっていう気がします。庄司君大丈夫？はい、非常に参考になりましたし興味深いお話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。なんか分かんないことあったら、野村さんだけは DM 開放してるからどんどん送りつけてください。下っ端だから。じゃあ失礼いたします。よろしくお願いします。新しいチャンネルをですね、作りました。50で辞めて、はい、医者になるってどういうか、はい、50歳の頃に見えたんです、自分の先が。100時間ぐらいかけないと全貌がつかめないのではないか。好奇心を発露させて楽しむための仕組みとして人間がいろいろと試行錯誤していたら、ひろきさん、渡部さんの伝統芸能見たいですよね。いただきます。うん、新ファンタスティックミラー、新番組ですよね。はい、新しい、はい、日銀の話って専門的になりがちなので、柔らかく多くの人に分かりやすくしつつも、そういう決定版みたいな場面になればなと。格さえ打たなかったら具体的に攻め込んでくるような戦力とかないわけじゃないですか。なことない。なんでその北朝鮮、あ、そうもないんですか。いや、だからその僕って人間が人間らしいのっていうのはバカなことをすることだと思ってるんですよね。あ、田原さん来た。あ、ご無沙汰します。偉くなりたい人たちは上に対して正論が言えないのよ。正論言ったら偉くなれないからね。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんか本編だけなんかちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、ここをライブに会いたりしながら、お話をさせていただきたいと、私非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。